1> 第1号型水雷艇は日本海軍の水雷艇。同系艇4隻。日本海軍水雷艇の文字通りの第1号である。1877年頃の日本はまだ進行の弱小海軍でしかなく、当時の多くに清の艦隊に対抗するために水雷艇を導入。1880年に第1号をヤーロー社に発注した。これはソーニクロフト社が ノルウェー海軍の水雷艇、ラプスを完成させたのが1873年であり、イギリス最初の水雷艇、ライトニング建造が1877年で、それからわずか3年、世界的に見ても早い導入だった。続いて2、3、4号の3隻も、ヤーロー社に注文、組み立ては4隻とも横須賀造船所で行い、第1号は1881年に、 残りの3隻はやや遅れて1884年に、竣工した。速力は17ノットの計画であったが14ノット強しか出ず、また完成した時には諸外国の水雷艇は20ノットに達しようとしていた。兵装は外装水雷を艦首に装備していた。日本海軍の魚雷導入は1882年に、オーストリアシュワルツコフ社に主式魚雷50本を、 初めて発注、第1号型には1885年に旋回式、魚雷発射艦が装備された。1894年の日清戦争ではすでに2 0 0級であったため内地の警備にあたり、1899年に4隻とも除籍された。すべて野郎社建造、横須賀造船所を組み立て、ありがとうございます。